さんとセックスしてたんだ。ごめんねー。まあ、一回ちょっと男に3年半付き合ってる女いました。僕はあのロケロケロケなんかーおしっこを受けられるの初何回か。いや好きじゃねえかよ。好きじゃん。ハマってんじゃん。どこまでが洗顔どこまでがシャンプーとか分けてる。あの最近全部一緒ボディソープ全部全部ボディ汗のかけちゃんでございます。始まってたということで今個人的ニュースを聞いてるんですけど、はい、個人的にやばい。今日美容室行ってきたの。お、うん、そう渋谷の某有名美容室。おそこで座るじゃん、うん、で斜め前に1年ぐらい前にやった子がいてでその子に自分がドラッグクイーンってこと伝えてなかったの。ほうでもなんかバレッタっぽくて、えその時すっぴんで髪の毛も取ってる状態で、ね違うこれのヘアカットしてもらってかぶる、あの、そう、男の状態で来て、で、ビッグレッドかぶって、これ、ボンってかぶるじゃん。向こう、多分衝撃だよね。えみたいな。お姉さんとセックスしてたんだ。ごめんねー。横並びの子は、うんうん、お客さん、それとも、従業員。お客さん、お客さん。あ、またこれさ、塗った状態だったらまだ分かんないかもしれないけど。なんか違う、友達に、ドラッグクイーンの他の友達に、かぐやとやった子がいて、みたいな。おで、なんかそれバレてるよみたいな言われてたその人がそう、今日夕方、そう気持ちいいと言わない、言わないけど、だって斜め前じゃんもう見えるじゃん、もろにで、目合うけど、もうそう何も喋らないみたいな喋らない、そうけど、まあね、なんかおかまのテンションで喋ってるからもうバレるよ、だって近いしでもすごいね、これ切ってもらってるんだ。あ、そう、これね、人毛。人毛なの？そう、Human Hair。 クソ高いんじゃない？うん、まあでも5万円ぐらい高いよ、高いよ。高い。じゃあ、皆様、かぐやちゃんのすっぴん削っても、やめとけ皆さん、やめとけやめとけ、黙っといてあげてください、はい、でもすっぴんイケメンですから。そう、どうでしょうね。ドラッグクイーンの中で結構本当にイケメンだと思うんですよ。でもだってドラッグクイーンでも綺麗だから、うん、綺麗な人はやっぱりすごくかっこいいわ。クソイケメンですよ。あ、らしいです。ごめんね、あの名前忘れちゃったけど、その男、そう、しかもその男、自分の友達のドラッグクイーンにやばい、かぐやいる、気まずいみたいな LINE してたらしくて、死ねえよイエーイ。ね、でもなんかまたやれると思う、カードは。じゃあまた連絡してみれば。そうそうそう、でもね、この前ね、ナイモンで連絡来た。あー、ナイモンチャンネル、ナイモンチャンネル待ってます。ナイモンチャンネルのセット、ここ系マリマだ。ブラッシュです、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 ブラッシュです。かぐやでございました。お騒がせしました。遊びに行ってください、皆さん。待ってます。はーい、ということで個人的ニュースです。嬉しい、嬉しい。まあまあ、一回ちょっと男いましたと。はい、どれぐらい前に？3ヶ月前ぐらい。あ、ほやね、ほやってる、ほやってる。まあ、いい感じだなと思うじゃないですか。いい感じだな、思ってて、なんか TikTok みたいな見てたら、うん、なんかそいつがちょっとあの街角恋愛事情みたいなやつ出てて、はいはいはい、カップルにインタビューしてみましたみたいな、うん、なんでお前出てんのみたいになるじゃないですか。出てたの、はい、カップルで出てるってこと。はい、まあ一回ちょっと男に3年半付き合ってる女いました。いやーやばい。いい感じで、どれぐらいいい感じやった？まだやった、ギリギリ、あ、ギリやった、もうやりかけみたい、やりかけみたい、ギリギリハッピー、ギリバットだろそれ。それ問いだ出したの？え、しました。そしたらなんか言い訳してきて。なんだよ。え、それはなんかネタでみたいな。へえ、ですよねー。ないないよ、表向きですよね。え、その男とは今は？え、もう切りました。新しい男は、ま、今はま、キリ元彼。あ、元彼とちょっとつながり始めみたいな。あ、元彼と戻る。ちょっと待って、そんなことあるの？それも何、好きなのまだ？え、なんか慣れてるしみたいな。あ、お互いのこと知ってるし、はい、みたいな。楽楽みたいな。寂しい心を埋めてもらうぐらいはちょうどいいみたいな。その彼と連絡はしてます。うぇーい。え、付き合おうと思ってんの？それともワンナ？定期的なみたいな。あ、だからセックスね。あ、ならいいじゃん。まあいいじゃん。いいですよね。私言うとはお願いします。先に僕から言っとけばよかったなみたいな。いや、それぐらいもうライトな感じなんで。でもまずめちゃめちゃ大好きな二人が。ありがとうございます。それだけ言いたくて。俺終わり。あ、いやいや、ありますあります、あります。さすがに。いや、なんか最近あのマチコン行ったんですよ。おお。へえ。何、セクシュアルみたいなところどこだ？ゲイみたいな。あ、僕はあのロケロケなんかーい。あ、
ゲイだと思っちゃったもんね。ゲイですか？え、でもよく言われます。ゲイだと思っちゃった。結構でも言われます。ほんで？で、一軒目新宿行ったんですよ。で、1対1で話せるんですけど、短時間だし、あんまりその後とかも話があんまりできなかったんで、で回転率もすごいこう15分ぐらいで変わるのか、女性が。あ、男性がもうどんどん移動していくんです。移動していくんだ。あ、そうです。で、なんかちょっと、もし今日他のとこで空いてたら行きたいなと思って、今日、あ、その当日に、その当日ね、はい、はしごしたの。はしごしたんです。あら、マチコンのはしごして。マチコンのはしご、おしゃれ。なんかもう、埋めてんじゃん。いや、恥ずかしい、それで言うそれ言われた恥ずかしい。まあ、出会いは大事ですからね。あ、そうです、そうです、うん、で、2軒目に池袋行って、その時は、あの、結構もう年上のお姉様方が多かったんですけど、一人すごい素敵な方がいらっしゃって。あ、素晴らしい。友達にはまだ言ってないですけど、あの、今ちょっと LINE 交換して、あの、毎日喋ってる方が一人。あ、素晴らしいじゃん、いいじゃん。え、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。で、その方とは来週、会う約束は2人で。あ、そうです。めっちゃいいじゃん。てか、やっぱ全然まだどんな感じかわかんない。やばいよ、今ラッキートリガー入んじゃね。いやいやいやちょっとまた報告してんの。あ、ぜひぜひ、ちょっとまた報告させてください。すごいよね、こっちは男がいた、こっちは新しい、新しい、新しいで、まあ、これが世の中の差がってものですよ。いや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 、別れるよ、あれも。まあでもね、まあでも、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、アラマスカフェさんっていうのがね、あったりしますけど、アイソートップさんのね、系列で、はい、あの、この前も周年だったのかな。はい、そうですよね。全体がね、周年パーティーですから、賑わってましたよね。ということで、アラマスの店長さんでございますか。副店長。副店長。はい、そうです、副店長。お名前は、よしと申します。よしくよろしくお願いします。お願いします。ということで、今、新宿2丁目で個人的ニュースを聞いてるんですが、はい、分かりますか。最近エッチをして、ガチムチ、ガチムチの方と、ガチムチの方 の方と、どこで出会ったんですか。アプリで、アプリで出会いました。お、素晴らしい。その人のお家に行くことになって、やってって、ちょっとおーってなって、最終的にシャワールームでおしっこかけられました。そっちが好きなんだね。ちょっと待って、はい、ベッドでもともとやってたんだよね。はい、ベッドで終わった後、終わって全部セックス、セックスし終わりました、うん、シャワー浴びましょう、アフターでね、洗い流し合いましょうってことでね。そしたらちょっとしゃがんでって言われて、もしかしたら、なんかそういうプレイが好きっていう噂がちょっと巷であったから、有名な方だ、もしかしてと思って、そしたらかけられました。あったかかった。どう、あ、その時の感想はあったかかった、はい。嫌だとかはあんまり なんか逆にこう、あら、新しい目覚めよ、新しい目覚め。おしっこを受けられるの初？何回か。いや、好きじゃねえかよ。ハマってんじゃん。あれさ、私もかけられたことあるけど、ちょっとピリピリしよう。私だけ。その人前の日、唐辛子かなんかいっぱい食べてた。なんか僕の甘さ、知らねえ。アラマスカフェさんはどんな場所ですか。待って、この後にアラマスカフェは、うん、タコスとかが食べれるメキシカン系の料理が多くて、うん、テキーラも豊富な、うん、そうです、いろんな種類ありますよね。セット料金とかじゃなくて、ショットで一杯から楽しめるし、うん、食事もできるし、オールジャンルの方が OK。 そうです、はい。なんで皆さんぜひぜひぜひ、お店も可愛いし、はい、まあ、テキーラがとんでもなくありますんでね、皆さんぜひぜひ遊びに行ってみていかがでしょうか。はい、ということで、個人的ニュースを聞いてるんですけど、皆様誰でしょうか。お考えください。はい、今おいくつですか。15歳です。お名前は。峯岸みなみです。違うでしょ、車載の時のね。はい。ふざけんな。デビチヨンです。よろしくお願いします。今日は何。今日はムーランルージュっていうイベントをやってて、はいはい、ピエロです。いや、でもピエロ感が強すぎて怖え。怖い。じゃあ後ろも向いてもらっていい。すごい、金玉やん。金玉でやん。白髪生えた金玉やん。そうそう。しかもさ、ちょっとさ、こういう風になんか被せてさ、こうやって埋めてさ、ポーズっていうかスキンヘッドにしてるのかなと思ったら、ガチでそっと、もうこのためにみたいな。ちょっと触ってみてもらっていい。しかもちゃんとね、頭までファンで塗ってんのよ。あったかい。今日からもう本当にヒゲ剃り
の感覚で1時間ぐらい朝剃って、塗って、綿つけて、100均でまたまたちょっとすごい質問なんで、セックスできてる？やばい、できてない。けど個人的ニュース聞いてます。確かにね。でも個人的ニュースもこれです。坊主にしました。なんで坊主にしたの？坊主っていうかスキン？なんかいらないってなっちゃった、もうなんかもう髪がいらない。なぜそう思ったの？失礼した。髪いらないのになんで髪つけてんの？すればよかったよ。失礼。もう何もないのにいらないと思っちゃった。なんで髪の毛いらないって言ってるの？髪の毛みたいなの作ってないと怖いから。ないと怖いじゃん。ただの。ちょっと待って、ちなみにどこまでが洗顔、どこまでがシャンプーとか分けてる？あの最近全部一緒。ボディソープ全部全部ボディ。ピチアンはですね、メイクがとっても特徴的じゃないですか、はい、皆さん、上まつげ何でできているでしょうか？お考えください。はい、どうぞ。正解はピノの箱です。そうなの？ピノの、あのアイスの箱を切って黒く塗って、アロンアルファでくっつけた。あんたアロンアルファでくっつけてる？はい。どうすんのそれ？力ずくでブリーキって。痛ー。ちょいちょい皮膚が残ってんの髪に毎回。皮というか皮膚が、皮が皮膚が残って。いや、あとまつげじゃもうなくなっちゃうじゃん、上の。なくなるなくなる。今日のポイントありますか、メイクの？今日のポイントは、ピエロだから、ちょっといつもよりこの白を大きくして、はいはいはい、涙目。あ、なるほどね。米粒みたいな形してるけど。カメラに向かってめちゃくちゃファッキューしないのもらっていい？あ、ちょっと待って、涙。ゆいちゃんは今はベビーバギーさんの店でちょいちょいやってるね。まあコントで、すっごい稼いでるって聞いてますよ。あれ稼いでると髪の毛もいらなくなってきちゃう。酔っ払ったらすぐ言うよ。足稼いでるからって言うけど、普通です。ベビーですごい稼いでる。皆さんぜひぜひピピちゃんに会いたいと思いました。あれピピちゃんこれがいるんでね、インスタグラム見ていただいて、はい、お願いします。出勤だったり、イベント情報を見ていただきたいなと思います。貼ってね、貼ってね。ありがとうございます。ピピちゃんでした。ありがとうございます。